とりあえず龍馬さんに話しかけたら多分ことは進むと思うので、話しかけようか。うん、少しでも多くの人間が生き残れるってどういう意味？わからねえのか。このままタイムリミットになれば俺らは全滅なんだぜ。それを避けるためにもう殺し合いをするしかねえはずだ。え？俺を殺せばいい。そういうことか。え？まったく。それもわからねえのか？この命を譲ってやるって言ってるんだよ。俺にはどうしても生きなくちゃいけねえ理由なんてもうねえからよ。どうだ？だから他の連中が生きてえならその権利を譲ってやってもいいって言ってんだ。違う。俺もそうなりゃいいって思ってたさ。だから今までずっと待ってたんじゃねえか。けど状況は何も変わらねえまま、こうしてタイムリミットを迎えようとしている。つまりもう理想論を振りかざしている余裕はねえんじゃねえのか。だがこれが現状のベストの選択なんだよ。俺を殺した奴は初回得点で無条件に外に出られる。それ以外の奴もタイムリミットを乗り切れる。あとは初回得点で外に出た奴が助けを呼んで、残った連中はその助けを待てばいい。どうだ他の手があるなら聞きてえもんだな。まあ龍馬さんなりに考えてはくれてるんだろうけど、言うしかないのか。乱太郎くん、そんなことをする必要ねえっすよ。俺がこのゲームを終わらせる。そんなことしなくても俺がこのゲームを終わらせるんで。マジか。覚悟を決めたっす。いいっすか。このゲームにおける本当の勝利は殺し合いで他のみんなを出し抜くことじゃなくて、このゲーム自体を終わらせることっす。でもさ、君にできるの？そりゃまあできなきゃ言わないっすよ。だったらどうやってやるんだろうね。時間もないぜ。それは言えないっす。通貨言えれば苦労しないっすよ。どういう意味だ？俺がこのゲームを終わらせるんだ。まさかだけど龍馬さんを止めるために言ってるとかそういう可能性はないよね。わかるっすか。余計な真似はしないでもらいたいっすね。怖えな。何？まだまだだな。そこまで言われちまうとは俺もまだまだみたいだ。まだまだだね。わかったよ。だったら俺からの提案は引き下げだ。あとはあんたらの好きにしな。生きるも死ぬもあんたら次第だ。龍馬さん困ったもんすね。通すかね。なんつうか、まあ方法があったとしても今はまだ言えねえっす。邪魔されたら台無しなんで。お祈りだよ。罰が当たるよ。三神と神族まで。怖い怖いっすね。まあ期待に応えられるように頑張るっす。他に何か策があるのか。マジで乱太郎くんにはそれにしても可能なんだろうか。その場しのぎの言葉、それもちょっとよぎったんだよね。龍馬さんを止めるために言った。確かにね、才能が分かってないままですもんね、乱太郎くん。やることがあるんだし、これで合流するのかな、秀一くんと。ですね。主は言いました。では合流しに行きますか。観察させてもらうよ。観察しようと思う。みんなのために。なるほどね。とりあえずね、ちょっと個人的に恐れてることもあるんだよね。ちょっとね、考えられそうなことといえば、乱太郎くんがね、もしね、マジで何か策があるのだとすれば、秀一くんの計画とさ、ブッキングするっていうことが考えられないかなね、同じ場所とかでね、考えてることは違うとしても。どうしたの？ちょっと動揺したわ、喋ってる間に。ゴン太くんいて。ダメだよ。喧嘩してるのゴン太が止めるよ。怖い。ごめん。大丈夫、気にすんな。一緒に朝ごはん食べたらどう？そうなんだ。あ、そうなの？じゃあ、ゴン太の食堂に行くね。いやー、いいやつだな。いいやつだな。和むな。あ、つむぎちゃん。おはよう。研究教室から出てきたあそこを見たんだ。何してたんだろうね。やっぱりめったなことはないと思うんだけど、状況が状況だし、やらないか。こういうシチュエーションはありがちだしね。そんなこと言ってる場合じゃないよね。タイムリミットは今日の夜なんだし。悟り始めてる感じ。でもそうなっちゃうよね。で、ここの教室だったかな。いたいた。犀原君。カメラはちゃんと完成してた？それは徹夜で作業してくれてたみたいで、入間さん毒舌を吐く元気もなくなってたよ。マジか、いい子だなみゆさん。おお、できてる。ほら、ちゃんと21で作られてるわけね。あ、そっか、元は使い捨てカメラだから手動でフィルムを巻かないとダメ。いや、マジか、そこも自動で。そっか。巻き上げ音もシャッター音も消してもらってるから、マジか、すげえなみゆさん。完璧じゃないですか。まあ失敗できないからね、過剰なくらいに慎重にならないと。ちなみにこのカメラってフラッシュもついてるんだよね。それはフラッシュの機能は残ってるけど、スイッチを切っておけば問題ないよ。でも間違ってフラッシュを入れないようにね。撮影した瞬間に光って首謀者にバレちゃうからさ。そうだね、もちろん気をつけるよ。じゃあいよいよ仕掛けに行くって感じだよね。あれ？この教室の説明いいかな。カメラを仕掛けた後の見張りの場所なんだけど、僕はここがいいと思ってるんだ。なんでこの教室なの？そうだな、地下に行く人間を見張れるから。ほら、扉を少し開けておけば。なるほどね、確認ができると。階段が見えるでしょ。あ、ほんとだ、ここなら地下に行く人を見張れるね。それと僕がこの教室を見張り場所に選んだ理由はもう一つあるんだ。もう一つの理由なんでしょう。何探せってこと？ここにしかないもの。ああ、これか。突っ張りしてたら、どすこってたら見つけてしまったわ。続きこう。それは地下の図書室とつながってるんだよ。通気口の中の匂いを嗅いでみればわかると思う。匂い？本の匂いだ。なるほどね、つながってるわけね。ほら、地下の廊下にもパイプが走ってたでしょ。あのパイプは図書室とこの教室をつなげているんだよ。学校にしては珍しい設計だね。まあちゃんとした学校じゃないけど、僕がこの教室を見張り場所に選んだもう一つの理由がこの通気口なんだ。この通気口の大きさならギリギリで人が通れそうだから、ここも見張っておいた方がいいと思って。まあ難しそうだけど、いろんな可能性を考えていきたいよね。じゃあではいよいよ仕掛けに行きますか。カメラをいよいよ作戦実行ってわけだね。やっぱり緊張してきたな。ドキドキする。じゃあよーし、じゃあ行きますか。ということで着きました。ね、でどこにカメラを仕掛けるの？そうだね。まず受信機と連動しているカメラで動く本棚を狙おう。こっちの防犯センサーを動く本棚に仕掛けておけば、誰かが本棚を動かした時に僕らの持った受信機がそれを知らせてくれるはずだよ。うん、うん、でそれと同時に撮影してくれるカメラを動く本棚の方に向けておけば、うん、死亡者が本棚を動かした瞬間もバッチリ抑えられるよ。じゃあ他の2台のセンサー付きカメラは？ほら、うん、出入り口は2つある。階段の近くにある正面扉と裏口扉。なるほどね。あれ？でもあそこはいいの？ああ、続きこうかね。その前に本当に通れるか調べておいた方がいいよね。それはまあ僕たちがあの教室を見張ってるから大丈夫だと思うけど、一応調べておこうか。一応と言ってもあの高さだと届かないな。うん、何か足場になりそうなものがあればいいんだけど、脚立みたいなのが確かあったよね。これでとりあえずは調べてみましょう。登ってみると結構高いよ。ちょっと怖いかも。修一くん真顔だな。変わろうか。うん、大丈夫だけど。ところでパンツ見えてない？そっちは大丈夫？あ、ごめん。もうってことは見えてたんだろうな。ごめんってことは見えてたんだね。ごめんごめんごめんが結構つぼるんだけど、まあ仕方ないよね。そんなことよりこっちの通気口だよ。通気口には蓋がしてあるし、これだと人が通ることはできなそうだけど、この蓋って外れるのかな？よっしゃ。あ、簡単に蓋が外れちゃった。蓋は外れる。赤松さん、何か壊した？あ、うん、壊したってわけじゃないんだけど。きっとドジっ子を見るような目になってるだろう。犀原くんの視線を感じつつ、私は通気口の蓋を通気ダクトの中に押し込んで立てかけておくと、身を乗り出して中を覗き込んでみた。どう？人は通れそう？うん、ギリギリ通れなくはなさそうだけど、やっぱり厳しいんじゃないかな。厳しいか。通気口の周りにも本が山積みだから身動きもできないし、まあそもそもその通気口とつながってる教室は僕らが見張ってるからね。大丈夫じゃないかな。念のため人が通りにくくなるように通気口の周りに本を積み上げておくよ。そう言いながら私は通気口付近に本を重ねて置いていった。ある程度本を積み上げたところで、私はようやく移動式の脚立から降りた。大丈夫？どうしたの？うん、いける。これならいけるよ。え？いい？きっとこの計画ならみんなを守れるよ。だってショパンのバラードみたいに完璧な構成だもん。絶対に大丈夫だよ。あのね、実はルーブ・ゴールドバーグマシンとかドミノとか、ああいうからくりが好きなんだよね。その私が言うんだから間違いないって。この仕掛けは完璧だよ。確かあれだよね、あのピタゴラスイッチっていうか、あんなようなものですよね。そう、もちろんこれで絶対に首謀者を突き止めようね。それでみんなでこっから出るんだよ。よーし、というわけで早速カメラを仕掛けようか。じゃあ扉を狙う2台のカメラは本棚の本の隙間に仕掛けるのがいいと思うから。ちょっと待って、さっき脚立に登ってひらめいたんだけどさ、本棚の上はどう？こっそり撮影しても気づかれなそうじゃない？でもあれだけ本が積まれてるとカメラを仕掛けられそうな場所なんてないし。あのね、だったら君が本棚の中に仕掛ける準備をしてる間に私が試してみるよ。整理してカメラを仕掛けられそうな場所が作れるか確かめてみる？ね。それなら時間のロスもないからいいよね。うん、うん、よーし。思った以上に山積み。乱雑2本が積み上げられていた。よし、私は脚立を移動しながら本を整理して並べ直していったけど、さすがに本が多すぎだよ。これはカメラを仕掛けるのは難しいかも。やっぱりそうでしょ。でも待って、もうちょっと頑張れば。あのさ、負けず嫌いはわかるけど、ほどほどにね。言っちゃったね、しゅういちくん。それでも私はさらに脚立を移動させ、次から次へと本棚の上の本を整理していった。すげえ頑張ったな。これって百科事典かなと、私は何気なくそれらの本を開いてみた。ちょっと、本読んでる場合じゃないよね。まさにそうだよね。なんかテストの前の日にさ、なんか突然部屋の片付けとかを始めて、本を見つけてなんか漫画を読み始めてしまうみたいなね、そんな感じだよね。ねえ、読んじゃうよね。わかるわ。などと言い訳しながら、私は慌てて重い本を置き直していくんだが、ねえ、やっぱり本が多すぎるよ。いくら整理してもスペースが作れないでしょう。ああ、そうだね。首謀者に気づかれるリスクは避けた方がいいね。じゃあやっぱり犀原くんの提案通りに本棚の本の隙間がいいのかも。でしょでしょでしょ。なんかちょっと嬉しそうなね、この感じね。嫌いじゃないですよ、大好き。なんか嬉しそう。同じことを考えていたか、楓ちゃん。そんなことないけど、まあ本棚の上となるとかなり見下ろす形になるから、画角を調節するのも大変そうだからさ。なあ、悔しい。いいアイデアだと思ったんだけどな。いいかな。で、実際にカメラを仕掛ける場所なんだけど、防犯センサーを仕掛ける場所は動く本棚の上でいいとして、それと連動するカメラはこの位置に仕掛けるのがいいと思うんだ。ここなら首謀者が本棚を動かした決定的瞬間をしっかり撮影できるからね。残りの2台のカメラは2つの出入り口の近くに取り付けるんだよね。まあね。こことここの本棚がいいと思う。どっちの扉から入ったとしても動く本棚に向かうためには必ず通る位置だからね。いいんじゃないかな。じゃあ防犯センサーと連動するカメラは私が取り付けておくね。本棚を動かした首謀者を撃破するカメラだから、私の繊細な指先で慎重に取り付けておかないとね。じゃあ、お願いします。ガムテープ持ってきたからこれ使ってよ。そして私たちはすぐに行動を開始した。この部屋にやってくる首謀者を暴くため、本棚の隙間に慎重にカメラを仕掛けていく。特に動く本棚を狙うカメラは慎重に設置しないとですね。簡単に取れちゃったら困るから、念入りにガムテープで固定しておかないと。重要なカメラだからしっかりとね。よし、これで大丈夫。こっちも終わったよ。これで首謀者がどっちの扉から入ってきたとしても、隠し扉に向かう途中で必ずカメラに映るはずだよ。しかもその人が隠し扉のある本棚を動かすと、そこに仕掛けられた防犯センサーが感知して、僕らの持つ受信機がブザーを鳴らしてそれを知らせてくれるはずだ。で、その決定的瞬間も防犯センサーと連動したカメラで撮影されちゃうと。これなら大丈夫。間違いないよ。きっとうまくいくはずだよ。きっとじゃないよね。絶対にだよね。じゃあ、図書室から出る前にカメラのセンサーの電源を入れてくるね。そっか。よし。電源を入れてから10秒くらいで立ち上がるらしいから、その隙に図書室から出よう。こうして罠を仕掛け終えた私たちは、カメラについたセンサーの電源を入れると、大急ぎで図書室を後にした。なんかいよいよ怒っちゃう感じがすげえするな。待つだけ、また他のみんなの様子を見て回っておく。え、自由時間ある？あーってことでもないか。一緒にこっから出た後でも遅くないしね。そうだね。うん、じゃあ教室に戻ろうか。